違うんもだしかよ。するとこの二人は姉妹？そうね。変だもしもね、し、それ。もしもし、聞いてる？そんなことするわけないでしょ。だったら言わせてもらいますけどもね。あどうなたいうさ、ことに洗なっ濯て機るさ、の？回してさ。チムレスをこんにちは、ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は視聴者さんのレコメンドで、日本のお笑い動画でドリフターズの志村けんと石野真子姉妹のコントを見ていきたいと思います。ジャンジュンさん、他にレコメンドしてくれた皆さん、ありがとうございます。もしこの動画良かったら、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。OK、ネタがくね、何言うもかもらんじ、みさじ、ポンソムチェンドもじもにきよ。いや、じゃあもう今、レギュラーですかね、綺麗、この番組そうですよね。ね。いや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 。あれ？なんていうニックネームだっけ？ニックネーム、ミナ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 、ノリコ、余裕、ノリ、はい、マサ、俺、マサ、マサ、マサ、ねえぜ俺の、俺、ケ、ケ、ケ、うるせえよ、うるせえよ、なんで頭見て、ケ、ほっとけよお前は、何すごい盛り上がってる、では歌いきましょう、はい、渡辺美奈代さんで抱いてあげる、ケ。ちょっとと短い。ダメかしら。話になんないよこれ。さっきの和美さんですか。どれ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 。気持ち悪い。なんだよ。結局なんか怖いばっかりだ。聞いてたでしょ。うん。わってそのイメージ。これでもポイント難しいね。これもしかしたらどの辺だと。とりあえずポイントは番組ですかね。一応なんかカバのこのムーっとしてるこういうのが出てんのがやっぱりヨーコちゃんじゃん。ヨーコちゃん、まあ今のところはヨーコだ。ちょっとワイポンワイポンだ。今日のトップはね、トップこれ。これ何ですかこれ。この女性です。違う。何ですかこれ。ハンディコピー。ハンディコピー。ああ。すごい。これはいいわ。選んで。じゃヨーコちゃんだな今日。あ、じゃあこれあげます。はい。はい。なんか。一番なかなかでは難しい、難しいですね、はいはい、ではコマーシャルです。なんかもらうの、はい、かわいい、一息ですからね、一息ですからね、一息ですからね、頑張ってください、はい、じゃあ流してください。愛がある、愛がある。でもここまでだな、でもな、やりたのはな、愛があったかだから、ウォークマンです。ウォークマン、なんだろう、なんか面白い感じの人。もしもし、ああ、志村さん、ようこ、うん、あれどうしたの、今日早いね。今日マスカさんだよ。あ、ほんと、ようこさ、今度の日曜日なんか用事あんの。いや、別にまだ決めてないけど。用事ない、だったらどっか遊び行こうか。ほんと連れてってくれんの。うん、どこ行こうかな。私ね、東京ディズニーランドに行きたい。俺行ったことないんだよ、ディズニーランド。ほんと、うん、行こう行こう行こう。うん、あ、ちょっと待って、電話入ったから、ちょっと待っててな。はい、レッド、もしもし、はい、なんだ、マコかよ。まあ、こうかはないです。ずいぶん早く帰ってたのね。ああ、あのさ、ねえ、今度ね、日曜日、ああ、東京ディズニーランド一緒に行かない？え？誰？え？俺？うん、一緒に。ディズニーランドだって、日曜日は人いっぱい出るから、だから混んで、なんかな、そういうところが。ダメ？ダメだよ。そっか、じゃあいいよ、友達と一緒に行くわ。じゃあね。どこ行くのよ。え？どこ？ディズニーランド。友達と？うん。いつ、日曜日？うん。あ、それまずいぞ。なんで？いや、あの、ばったり、いや、違う、あのね、日曜日、今度、あの、天気悪いさぞ。だって、雨の日の方が、人がついてていいじゃない。あ、そういうこと？あ、そう。うん。あのな、俺今、電話中なんだよ。うん。
後でこっちから電話するから。分かった。あ、またな。はい。もしかしたら。りょうこ。一回で二人付き合ってるのね。もしもし。あのさ、うん、あのディズニーランドやめよう。なんで。いや、雨でも降って人手が少なくてばったりや。じゃあ違う。あれだよ、映画見かねえか。映画。うん。映画の方がほら暗いとこでなんかいいだろ、しっぽり。なんか見たい映画ない？私ね、じゃあね、13日の金曜日が見たい。俺も見たかったんだが、ホラー映画大好きなんだよ俺。本当？うん。決めようか。ん？決めようかじゃあ。うん、それに。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、電話入ったから。はい。はい。もしもし？なんだよ。私、あのさ考えたんだけどね。あのディズニーランドだと一緒に行けないから、映画見に行こうと思ったの、私。映画？うん、何の13日の金曜日。おい、あのな、あなたホラー映画好きだったじゃない。いや、昨日から大嫌いやっちゃったんだ俺。もうホラー映画見るなっておじいさんの遺言でな。あのホラー映画ダメなんだよ俺、軽く聞きダメ。そうなの。うん、だから今俺あの電話中だからさ、うん、後でこっちから電話するって。はい、な、分かった。また検事するの、はい、もしかしたら。もしもし、よかった。もしもし、ん、誰。いや、あのつまんない友達だよ。女の人でしょ。まさか。なんでよ。だって噂よ、経理課の孫さんでしょ。え、経理課の孫さんでしょ。付き合ってるって社内で噂になってるわよ。噂を信じちゃいけないよお前。誰があんなババアと付き合うんだよ。もしかしたらこの二人は姉妹。ね、考えてみりゃあの人ババアだもんね。もうね、28よ。はっきり28だよ。あららら、結婚する方がいいよね。そうだよね。素顔なんか見てみた。このすっごいシワでお前、象の足だよ、象の足。笑わせてくれるんだよお前。あ、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。もしもし。なんだよ。何話してんの。こっちから電話するって言ってたの。終わったら。女でしょ。え、女。ガウチ。だってこんな遅くに話してるなんて絶対女よ。違うよ、大事な用事があるんだよ今。私知ってるんだからね。何を。秘書家の陽子さんと付き合ってるらしいじゃないの。誰。陽子って誰。え、陽子さんよ、知ってるし。あれ会社のな。うんうん、付き合ってるんでしょ。お前バカ、あんなガキと俺付き合うかお前。俺も40だぜ。そうよね、分かんだろ。ガキだもんね、付き合うわけないわよね。だろ。うん、あのちょっと話中だからさ、うん、な、ちょっと待って。うん、大変だね。もしもし。もしもし、聞いてる。うん、さっきの話だけどさ、うん、もしもね、秘書課の孫さんと付き合ってんだったら、私経理課の孫さんだった。経理孫さん、経理課の何言ってんだよお前。経理課の孫さんと付き合ってんだったら、私絶対あなたとのデートしないからね。俺が覚えててよ。付き合うわけないだろあのババアと。お前だってさ、でもあなた知ってる？あの人さ、おへその上まであるパンツ履いてんだから、ゴムなんかゆるゆるでさ、もうずっとね、なんてずっと履いてんだよね。ほんと、そう出るわけ。なんかあなたさ、足の裏の匂い嗅ぐの趣味らしいじゃないの。私見ちゃったんだからね、トイレの隅で。もう我慢できないって靴下脱いでキクってやってたの。そんなことするわけないでしょ。だったら言わせてもらいますけどもね。あれさ、どういうことになってるの？回してさ、故障してさ、赤いセーター入れてたもんだからさ、パンツからブラジャーから全部真っ赤に染めて、どこのどなたでしたかね。あ、私ピンクが大好きなのよ。まあ、そうですか。あんただって何、なんか実家でビデオ持って帰ってさ、家族全員巻き込んでホラービデオかなんか作ったらしいじゃない。いいじゃないのよ。あのさ、いいじゃない。ケチャップなんか一回無駄遣いしたら、ケチャップ一のりの使って何が悪いって言うのよ。じゃあ言わしてもらうけどね、あんたね、あんたね、私が小さい時にあなた何やった。家の庭にあったね、人長毛の葉っぱね、これ食べたら綺麗になるわよって私に無理やり食べさせた。覚えてるわけ。なんで私たちさ、ま、そうやってさ喧嘩しなきゃいけないの。そういうことは忘れましょうよ。誰のせい、ね、誰のせい、誰のせい、誰のせい。いや、あの誰のせいよ。落ち着いてね、話せばわかる。無駄なこと喋らせないで。もしもし、お父さん。どうですか皆さん。こんなコントを見て志村さん大変そうですね。なんかあの一度
同じタイミングで2人の女性、2人女のガールフレンドを持つことで、どうでしょう、大変でしょうねそんな経験がないのでわかりませんけど、ただそれを見てなんか、もしあのパタリ会うときにどうなるんだろうって想像はできないよねはい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。楽しめましたか？明日も頑張るために今日もいっぱい寝てエネルギーを保存しましょう。じゃあ、プリプリ。